はいどうも、オグです。今日はですね、私がただただフォアハンドを、打っている動画を、まあ適当にね、解説しながらやっていこうかなっていうところでございます。はい。まあね、フォアハンド打ったことあるよっていう人は、高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、打ったことないよっていう人もね、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあ、そんなこんなでね、何を気をつけてるのかっていうところなんですけども、まずは打点ですね。同じ打点で打つっていうことです。まあ、自分のね、力の入る、気持ちよく打てる打点っていうのはそれぞれ、まあ、多少ズレはあると思うんです。個人差はあると思うんですけど、まあね、そこを自分で、分かってると思うんで皆さん、毎回そこで打つと。いうところと、じゃあそれをどうすればいいのかっていうのは、まあこういう手出しはね、ボールにばらつきがないんで、まあ自分で、微調整して入るんですけど、まあ大事なのは準備を早くするということだと思います。テイクバックを、早くセットする。これね、結構言われても難しいことで、早くセットすると、すごい力が入っちゃったりとか、まああると思うんですけど、だったり、まあ、早くしてるつもりでもね、こういう動画を見ると、あれ、意外と間に合ってないみたいな。バンドした瞬間にテイクバックが全然完了できてないっていうのが、多分ね、あると思うんで、そこをね、繰り返し照らし合わせて、まあ、力みの部分はちょっと難しいですけど、まあ、なるべくグリップを握らないようにとか、そこに意識を向けてやるといいのかなっていう、まあ、僕の、感覚です。まあ、あとはこういう球出しは当たってからの振り抜きというか、まあ、早く振りたい人いると思うんですけど、まあ、テイクバック、後ろセットしてから最後まで同じスイングスピードでずっと打てたらね、もう本当疲れ果ててしまうんで、当たってからの振り抜きっていうのをちょっと大事にしてもらいたいなと思います。はい。そう、当たってからスイングスピードを上げるっていうのと、あとなんだろうな、まあこういうね、ボール入る前の微調整というか、さささっていう、この、さささっていう、こういうね、細かいステップというか、で、うまくね、自分の打ちやすい打点合わせていくっていうのが大事になると思うんで、まあ、あとは、体重移動とか、しっかりボールをぶつける。まあこういうね、今やった球出し、単純な球出しですけど、まあ同じ打点からいろんなボールを打ってみるっていうのも、面白いと思います。ジュニア時代ね、僕、エバラ SSC ってとこでやってたんですけど、高橋祐介選手、今プロでやってる高橋祐介選手とジュニア時代一緒にやっていて、まあ、彼がね、小学生ぐらいかな、ほんとちっちゃいのに、まあ、しっかりしてるんですよ。まあ、こういう球出しとかはね、コーチが何々やってって言ったらそれ通りただやるんですけど、まあ、彼はやっぱいい意味で自分を持ってるんで、こういう単純な球出しとか手出しでもいろんなボールを打ってみたり、なんか自分なりに試しながらやっていて、わあすごいなっていうね、なんか感じたのは覚えてます。はい、なので皆さんね、まあ、コーチの言うことはもちろん聞くんですけど、なんかね、いろいろ遊び心も、テニスは大事だと思うんで、いろいろチャレンジしていってほしいなと思います。まあ、あとは体の開きですね。開いちゃうとやっぱパワーも出ないですし、ボールがね、外に流れたりしてしまうので、そこを気をつけてほしいなと。まあ多分僕のことを知ってる人はね、お前が言うなと。はい。まあ僕結構開き癖があって、特に学生時代それでね、結構バカにされてて、お前どこまで開いてんだと、何回言えばわかんだよっていうね、アドバイスは結構もらってて、今だいぶ、収まってると思うんですけど、まあね、開かないように。まあ、フォアの場合は、ちょっと左腰とかも意識して、いると、開きは抑えやすくなるかなと思います。はい。まあ、最後に、ちょっとこれ、エレッセの今回の新作です。結構、かっこいいです。シックでね。はい。まあ、色違いもあるんで、ぜひチェックしてみてください。というところでございます。はい。それじゃあまた。